ではまずはビフォーの状態が色とあとカットがどんな状態だったか。色はですね、はい、どっちかというとこうピンク寄りの、はい、まあ多分きっと12レベルぐらいの、ピンク系の色味ですね、はい、でカットベースは、まあ、基本的にボブベースではありますね、はい、ダメージはどれぐらい。あ、結構まあダメージはあります。はい、はい、ハイダメージですかね。ではそこからまずカラーですね。どういうふうにカラーは、はい、一度、その残留ティントを、除くのに、まあ、少しブリーチを使いながら、一回残留を取ります。でまあ、トーンも13レベルぐらいまではちょっと上がるんですけど、でそこからちょっと淡いピンオレンジ、うん、を、かぶせまして、まあ、ちょっとこうシャーベットオレンジみたいな、うん、そういうちょっとこう透明感のある、うん、オレンジっぽさっていうのを出して、まあ、ちょっとこう軽い質感になるように、はい、淡いオレンジは何レベルぐらいのあれ13ぐらいですね、はい、今回そのカラーを選んだ理由というのはどういうことですか。まあ、基本的にちょっとやっぱり暖色の方が似合うだろうなっていうのがモデルさんに対して、まあ、そういうイメージもあったの でなおかつそのあんまり強いオレンジっていうかちょっとこう 淡い、うん、そういうふわっとした感じのオレンジ味の方が全体的に彼女のこう雰囲気に、うん、フィットしやすいのかなっていう感じで、うん、色を選びました。その方は全体そうですね、はい、はい、最後にというか、カラーの後に微調整カットされて、うん、そうですね。あれはまあダメージがやっぱり先にあったのと、うんうん、ちょっとちゃんとこう綺麗にフォルムを整えたかったんで、うん、そうするとまあ整えていけば動いても比較的こう決まりやすいんで、うん、そういう意味でちょっと全体を整えました、はい、フォルムを整えるっていうのは元がどうだったからどう整えたんですか、うん、基本的にこうざっくり変える、バッサリ変えるというよりかは今あるベースを生かしながらちょっとダメージしてる毛先を取りながら、うん、多少こう毛先もランダムになってたんで、うん、その辺をきれいに整える感じですかね、はい、スタイリングの方法。スタイリングはまあ、アイロンを使ってちょっとカールを不規則にまあ、リバースとフォワードをちょっと混ぜながら、うん、使ってで、まあ、ちょっとこう毛先が外に跳ねるような感じで質感を作って、あとは毛先の方だけに軽くそのオイルのワックスをちょっとつけるっていうぐらいですかね、うん、なんか仕上がりがこの前髪の、あ、そうですね、前髪が、あ、そうですね、前髪は、はい、まああまりこう分けるっていうよりかちょっとこう少しこうなんていうか長くてこううざいんだけど、でもその量があんまり多くないんで、だからあんまりこううるさく重くなりすぎずうるさくならないっていう感じで、ちょっとこうまあちゃんとこう目とか顔の部分が透けるような感じで作りました。そうですよね、あの透け感と、そうです、そうそうなんですよ、そうそうなんですよ、はい、今回のスタイルの、まあ、テーマというか、うん、イメージした女性像ってどういう。あ、でもどっちかっていうとなんだろうね、まあ少しこうこう可愛いんだけど、でもなんかこうなんていうのかな、ちょっとこう若干こう強さもありというような、うん、少しこう甘いんだけど甘すぎずみたいな、そういうイメージのちょっと女の子をイメージして作りました。はい、そうです、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。